ミチェル・サルガド。ミチェル・サルガドこと、ミゲル・アンヘル・サルガド・フェルナンデス。ミゲル・エインジェル・ソルガド・フェルナンデス。1975年10月22日体は、スペイン・ガリシア州、アスネベス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代は、スペイン代表でポジションはディフェンダー。好きなアーティストは U2、既婚者であり、義父は、 元レアルマドリード会長のロレンソ・サンスである。ガリシア州、ポンテベドラ・ケン・アス・ネベスに生まれた。1994年に、地元のセルタデビンゴの下部組織に入団し、1995年1月22日、レアルマドリード戦でプリメーラ・ディビシオン、一部デビューした。1995から96シーズンまでに、レギュラーに定着することができず、1996年夏に、 セグンダディビジオン、ニブノドサラマンカに、レンタル移籍した。1998年2月、アトレティコ・マドリード、戦でジュニーニョ・パウリスタに危険なバックチャージを仕掛け、その結果負傷したジュニーニョは6ヶ月間を棒に振って1998フィーファワールドカップ出場もした。1999年7月1日、移籍金銭100万ユーロでレアル・マドリードに移籍した。 2000年代前半のクラブは銀河系政策と呼ばれる強化方針のもとにスター選手を多数獲得しており攻撃参加の得意な左サイドバックのロベルト・カルロスが脚光を浴びていたがサルガドも豊富な運動量と献身的な守備でチームの土台を支えた1999から2000シーズンはリーグ戦29試合に出場し UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献した 2004から05シーズンまでは不動の右サイドバックとして多くのタイトル獲得に貢献したが2005年夏にセビージャ FC から若手のセルヒオラモスが加入しさらに2006年冬にはシシーニョが加わり激しいポジション争いを演じたセルヒオラモスはセンターバックとして出場することが多かったがシシーニョの加入直後に負傷して長期離脱をあまりなくされ 右サイドバックのポジションを明け渡した。2006から07シーズン序盤には、シシーニョがシーズンの大半を棒に振る、大怪が多い、若手のミゲル・トーレスなどと併用されて16試合に出場して30回目のリーグ優勝に携わることができた。2007年夏には、センターバックのペペとクリストフ・メッツェルダーが加入し、セルフィオラモスが 本来のポジションである右サイドバックに戻ったため、先発出場の機会は激減したが、負傷者が多かったためにある程度の出場機会は得られた。2008から09シーズンでは、センターバックの選手に負傷が非常に多く、セルフィオ・ラモスがセンターバックに入り、サルガドが右サイドバックで先発出場することも多かった。2007から08シーズンと2008から09、 シーズンは合わせて17試合しか出場することができず、2008から09シーズン最終節の CA オサスナ戦では退場処分を受けた。2009年8月4日、すでにプレシーズンも半ばに差し掛かっていた頃に契約解除が決まった。34歳になろうとしていた2009年夏、プレミアリーグのブラックバンドオーバーズ FC のトライアルでのプレーが、 サムアラダイス監督の目に叶い、8月19日に2年契約を結んだ。9月12日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦でデビューし、10月27日のフットボールリーグカップ、ピーターバラユナイテッド FC 戦で初得点を決め、2011年1月27日、35歳になっていたサルガドは、クラブとの契約を延長し、 11から12シーズンをもって36歳で現役を引退した。各年代の世代別スペイン代表を経験し、1998年9月5日、UEFA 欧州選手権2000予選のキプロス戦でスペイン A 代表デビュー。UEFA 欧州選手権2000本大会に出場するメンバーにも選ばれ、レギュラーとして起用された。 2002年に日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップにも出場が確実視されていたが大会直前で負傷して出場を逃した。2004年の UEFA 欧州選手権2004も同様に出場を逃したが2006年にドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップにはセルフィオラモスの控えとして出場した。ガリシア州 アスネベス出身のサルガドはガリシア州選抜としてもプレーした。現役引退後はドバイに移住してフルスレアルマドリードとアラブ首長国連邦サッカー協会が提携するドバイフットボールアカデミーのディレクターを務め、その傍らフィファの大使に就任して若年層の育成に携わっている。また2016年5月20日には現役時代もプレーした故郷のガリシア州選抜の 監督、元デポルティボのフランと共同に就任している。通算53例、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。